ったら聞いててください。健康的なさ、こんな時に君の愛してるが聞きたいや。揺れるたび少し浮いた前髪も全て心地いいさ。それに割れてしまった無駄や気づいてないや。バランスをとっても溢れちゃうや。完璧な男になんて惹かれまうと君が笑ってたから悔しいや。腐るほどに話したいことたくさんあるのにな。寂しいさ。結局のところ君はさ、どうしたいの。マジで僕に愛される気あんの。服が落ちてる窓際目の際お気に入りの花。 We are as 今日は部屋の明かり早めに消してさ、どうでもいい夢を見よう。明日を二人で過ごしたいなんて考えていてもよはわからんし、なんのセンチになるだけだ。僕は愛がなんだとか言うわ、切ないといえば気がないくらいなんだ。もうやだ、遅く抱いてばかり書いて、気があっても君が恋つくわけでもないだろう。情けない古いことばかりを考えてしまう。ありがとうございます。